矛盾を発見しましまたとラピュタに住んでた人が全員地上に降りて生活するようになったらラピュタがまだ空を飛んでるのは変じゃないですかラピュタをほったらかしにしちゃったんですか岡田さんの妄想で何か面白い理由を考えてくださいというふうに言われましたのでですね考えましたけどもですね、まあ、基本的にですねラピュタの現状つまりあの雲の中に飛んでたわけですねあれはですねゴーストタウンと同じなんですよ捨てられたわけじゃないとゴーストタウンはみんながもうこんな街にいられないって言って都会に行って捨てられたんではなくて住む人が徐々に徐々にいなくなって最後の一人もまあいな 亡くなったか、もしくはその土地で死んだかっていうので。 ゴーストタウンになるわけですねでラピュタも同じですね。最後に、まあ、多分生きてた人もいるんでしょうけど、その人たちが結局地上に降りることもなく死んじゃったので、そのまま無人で浮遊してただけだと思います。で、ラピュタに地上にあの降りた人たちいますよね。あれも多分ね、最初はあのラピュタに寄生する手段っていうのを持ってたはずだと思うんですね。で、ラピュタにいつでも帰れると思ったからこそ安心してラピュタを捨てることができるわけですよ。だって、地上に帰ってもいざという場合、例えば高度な医療技術が欲しい時とかですね、そういう時にはラピュタの助けが欲しいと思う

いざという場合の帰る手段ぐらい確保してたんですけどそれが地上に帰ってみて維持が難しくなったりだんだん動かなくなったりして徐々に徐々にラピュタに帰れなくなったぐらいに考えておくとまあその矛盾っていうのも解決するんじゃないでしょうかねあの多分ねラピュタの中でもその降りる直前にはですね自然派と言われるラピュタから降りよう大地に帰ろうという人たちとですね福祉派と言われる人たちつまりラピュタの方が福祉環境が整ってると地上に今降りてしまったら例えばこの間生まれた未熟児どうなるんだったか アトピーだけけども、地上に降りたら、このの世界で生きていけるのかと。ラピュタの高度な科学技術があってこそうちの子供たちは生きていけるんだお前たちみたいに無責任に自然に帰るわけにいかないというなんかね最低限それぐらいの派閥の対立があったと思うんですけどもところがラピュタの中で暮らしていくことにシータはこんな不自然なところで生きていくなんてできないだから人間は自然に帰りたかったのっていうんですがあれはシータ程度が思いつく程度の理由であってですね <laughs> シータ程度が思いつく程度の理由っ ですね多分ラピュタはラピュタで人間があれだけですねあの非鉱石というですね放射性物質の塊の近くにいるので特有の風土病みたいなものもあったんだと思うんですね。 その時にほっとくとです、ね、問題が発生すす。るわけですつまりラピュタから自然に帰ろうという自然派の人たちとラピュタの中に残ろうという福祉派の人たちまあ福祉派って言ってるんですけども居残り派の人たちの間でもし仲が悪かったらですねラピュタの高度な武器を使って地上を攻撃するってことができますよねだからそんなことをしないための安全装置が必要なはずなんですそうなるとどうなるのかというと僕なんかが最初に考えちゃうのはじゃあ王族を人質として地上に降ろそうなんです 人が分分かれて分派してし地上に降りる時には、ラピュタの機動機、いろんな行動機を持っているですね、王族をですね、人質として地面に連れて帰ると。連れて行くと。それを人質とする代わりにラピュタの中に色子にすることを許しているのがおそらく収めどころのはずで。で、その辺はですね、シータはですね、ご先祖様から聞いてなかったんで、まるで、まあもちろん自然派のですね、王族だったんだと思うんですね。でところがムスカはですね、そのことに関して恨みを抱 <laughs> いている <laughs>。俺たちもラピュタに残りたかったのになんか <laughs>、 あの自然派の奴らに無理やり人質として連れてこられたというふうに考えてたんじゃないのかっていうふうにしたらですね、ムスカがですね、いずれラピュタに帰って地上を支配すると思う動機になるんじゃないかと思います。で、こういうのね、なんかね、おしーさんに言わせるとこういうの、だからラピュタは矛盾してるんだよ。だからラピュタはダメなんだよ。だから宮崎駿はね、監督の才能がないんだよ、俺に言わせれば。アニメーターとしては天才なんだけど、宮崎駿はそういう構造的な矛盾が全然分かってないんだよというふうに、かなりボロクソに言うんですけどもですね、 なんかね、そういうのはラピュタは矛盾してる部分がある。それは宮崎駿は <laughs> そこが分かってないからだって言っちゃうと思考停止になっちゃうんですよねその先を、まあ、自分で考えて勝手にね宮崎駿こ,ここまで考えてるんじゃないかなすごいなと考えた方がまあなんか尊敬した方がね僕は面白いし自分のプラスになると思うんですよねああだから矛盾してるんだそこでダメなんだみんなラピュタ面白いと思ってるやつらはまだまだ浅い方しかしてね俺はおじいさんみたいにラピュタに関して批判的に見てるぜっていうのは上に立ってるような感じがして僕は思考停止 <laughs> と思うんでですね、えー。なんかこれぐらい考えた方が楽しいんじゃないかというふうに思います。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。